明館大生さん必見です。皆さんこんにちは、フラットエージェンシーです。今日紹介するのは一人暮らしにぴったりの収納のあるお部屋、京都ライフには欠かせない駐輪場もあります。屋根付きだから雨の日も安心。それではお待ちかねお部屋の紹介に移っていきたいと思います。まずは階段を上がってルームツアーレッツゴー。まず入ってすぐに洗濯機置き場、帰ってきてすぐに洗濯機に入れられるね。横にはバスルームがあります。鏡付きだから嬉しいよね。そして向かい側にはキッチン、広めの作業スペースにシンクと食器棚がついてます。横には冷蔵庫スペースもしっかりあります。そして次はここお手洗いです。物置棚があるトイレだから使いやすそう。そして反対側にはじゃーん、クローゼットがあります。2段になっているから分けて使えるよ。そしてお部屋にはモニター付き、インターホン付き、洋室 6.7 畳のお部屋です。エアコンもついてるよ。それではベランダの景色をご案内。いいねとコメント見返せるように。